では岩下選手にはまず花束の贈呈ということになります。プレゼンターはまず岩下選手のご家族です。どうか拍手でお迎えください。キャラクター、そして頼れる兄貴肌、惹かれるサポーターが本当に多くいました。そして岩下選手を支えてきたのはやはりご家族だと思います。お子さんから今、花束が贈られました。本当に奥様も、そしてお子さんたちももしかするとね、元パパ家にいてくれたらいいのに、そんな風に思う日々もたくさんあったのではないかと思います。さあ写真に収まっていただいています。どうか皆さんご家族にもねぎらいの大きな拍手をお願いします。よくできました。本当にありがとうございました。さあもう一方プレゼンターをお迎えします。もう一方プレゼンターをお迎えします。続いては株式会社中部衛生検査センターの小澤海人様、お願いいたします。どうか拍手をお願いいたします。そしてサポーターの皆さんも実はビデオレターが届いています。